エマヌエル・スウェーデン・ボーリ,ーエエーボーリー、エマヌエル・スウェーデン・ボーリ、エマヌエル・スウェーデン・ボルグ、1688年1月29日から1772年3月29日は、スウェーデン王国出身の科学者、神学者、神秘主義思想家、スウェーデン・ボルグとも、しかし多くは、スウェーデン・ボルグと表記される。生きながら、霊界を見てきたという、霊的体験に基づく、 大量の著述で知られ、その多くが大英博物館に保管されている。スウェーデンボリは貴族に除された後の名。父エスペル・スウェード・バリはルーテル教会の牧師であり、スウェーデン語訳の聖書を最初に刊行した人物である。その次男としてストックホルムで生まれる。11歳の時、ウプサラ大学入学。22歳で大学卒業後イギリス、フランス、 オランダへ留学。二十八歳の時カール十二世により、王立鉱山局の監督官になる。三十一歳の時貴族に助され、スウェーデンボリと改正。数々の発明、研究を行いイギリス、オランダなどへ頻繁に出かける。千七百四十五年、イエス・キリストに関わる霊的体験が始まり、以後神秘主義的な重要な著作物を当初匿名で、続いて、 本名で多量に出版した。ただし、スウェーデン・ルーテル派協会をはじめ、当時のキリスト教会からは異端死され、異端宣告を受ける直前にまで事態は発展するが、王室の庇護により回避された。神秘主義者への転向はあったものの、その後国会議員にまでなった。スウェーデンボリは、進学の書籍の発刊を始めてからしばしば、イギリスに滞在した。 1771年の夏にロンドンに旅し、その地で翌1772年3月29日に没した。スウェーデンボリの神学論は伝統的な三位一体を三神論であるとして知り添け、キリスト教では異端とされるサベリウス派に近い父がこなる神イエスキリストとなり受難したとするものである。 ただし精霊を非人格的に解釈する点でサベリウス、派と異なる。神の半信論性を唱え、その人格性を大幅に後退させており、旧来のキリスト教徒は、性格的、構造的に相違がある。聖書の範囲に関しても、正当信仰と大幅に異なる、独自の解釈で知られる。スウェーデンボリが、生前公開しなかった、霊界日記において、 聖書中の主要な登場人物シトパウロが地獄に落ちていると主張したり、ダビデをドラゴンと呼び彼も地獄に落ちているとした、同様にプロテスタントの著名な創始者の一人、フィリップ・メランヒトンが地獄に落ちたと主張した。だが、非公開の日記であるので、スウェーデンボリが自身で観光した本の内容との相違点もいい。この日記は、スウェーデンボリがこの世に言いながら、 霊界に出入りするようになった最初の時期の日記であるため、この日記には文章の乱れや思考の混乱等も見られる。主、イエスの母マリアはその日記に白衣を着た天国の天使として現れており、現在、私は彼、イエスお神として礼拝している。と発言している。スウェーデンボリーが霊能力を発揮した事件は公式に2件ほど存在し、一つは、 ストックホールム大火事件、もう一つは、スウェーデン王室のユルリカ王妃に関する事件である。スウェーデンボリは、聖書中に予言された、最後の審判を1757年に目撃した、と主張した。しかし、現実世界の政治、宗教、神学上で、その年を境に何らかの変化が起こったとは言えないため、安直であると彼を批判する声もある。 スウェーデンボリによる霊界の描写は、現代人に起こる、臨死体験と共通点が多いとされる。両者に共通する点は、広大なトンネルを抜ける体験や光体験、人生解雇や時空を超えた領域を訪れる体験などである。スウェーデンボリは当時、ヨーロッパ有数の学者として知られ、彼が精通した学問は、数学、物理学、天文学、宇宙科学、 鉱物学、科学、夜勤学、解剖学、生理学、地質学、自然史学、結晶学などである。結晶学については、スウェーデンボリが開拓者の一人である。動力さえあれば、実際に飛行可能と思えるような飛行機械の設計図を歴史上初めて書いたのは、スウェーデンボリが26歳の時であり、現在アメリカ合衆国のスミソニアン博物館に、 この設計図が展示保管されている。例界では地球人の他に火星人や金星人、土星人や月人が存在し、月人は月の大気が薄いため胸部ではなく腹空部に溜めた空気によって言葉を発するなどといった現代人からすれば高等無形な部分も多い。スウェーデンボリーへの反応は当時の知識人の中にも参見され、例えば哲学者、 今マヌエル・カントは、司令者の夢中で、彼について、多数の批判を試みている。一方で、限定的に、スウェーデンボリの考え方は、この点において崇高である。霊界は特別な、実在的宇宙を構成しており、この実在的宇宙は、完成界から区別されねばならない、英知界である、K ペイリ編、カントの刑事上学講義からと評価も下している。また、哲学者、 ラルフワルド・エマソンは、スウェーデンボリを霊的に巨大と評価し、他に、フリードリヒ・シェディングのクラーラなど、スウェーデンボリの霊的体験を扱った思想書も存在する。また、ヘレン・ケラーは、私にとって、スウェーデンボリの進学競技がない人生など、考えられない。もしそれが可能であるとすれば、心臓がなくても生きていられる人間の肉体を、想像することができる。 と発言し、他に影響を受けた著名人としては、ゲーテ、オノレード、バルザック、ヒョードルドストエフスキー、ビクトル・ユーゴー、エドガー・アラン・ポー、ストリントベリ、ホルヘルイス・ボルヘスなど挙げられ、特にバルザックは、その、母親ともに、熱心なスウェーデンボリ神学の読者であった。反面、スウェーデンボリの存命時から彼を異端視する向きもあり、例えば、 スウェーデンボリの生前の生き方が、成人的ではない、という批判があり、一例として彼は、自分より十五歳年下の十五歳の少女に対して、求婚して、父親の発明家ポリヘムを通して、婚姻届まで取り付けておきながら、少女に拒絶されている。スウェーデンボリは、生涯独身であったが、若い頃ロンドンで愛人と暮らしていた時期がある、ともされている。さらに、スウェデンボリは、 著作、結婚愛の中で未婚の男性の売春、すなわち、必要悪としての交渉がいる現状を消極的に認める記述をしている。倫理的にベストとは言えないかもしれないが、基本的にスベーデンボリは、寛因を一切認めておらず、一夫多再生などは、言語道断であり、キリスト教徒の間では、絶対に許されないと、その著述に書いている。日本においては、 仏教学者、全学者の鈴木大説がスウェーデン彫りから影響を受け、日本語訳を行い、明治四十二年から大正四年まで数年間に、スウェーデン彫り、天国と地獄ほか主要な著作を出版してるが、その後は、スウェーデン彫りに対して言及することはほとんどなくなった。没後出版された、鈴木大説全集、岩波書店に、スウェーデン彫りの日本語訳は収録している。 ニューエイジ運動関係者、神道系の信者らの中にある程度の支持者層があり、その経典中で言及されることも多く、キリスト教関係者では、内村勘蔵もスベーデン森の著作物を読んでいる。一方で、東京神学校助教授、牧師の尾形守は、ニューエイジムーブメントの危険の中で、キリスト教的には、遺憾、思想的には、ニューエイジムーブメントの走りとして、 スウェーデン堀のガン事件を批判的に紹介し、例だからといって、皆信じてはいけません。それが神からのものかどうか試しなさい。一ヨハネ四一、あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて、彼らに汚されてはならない。デビキ十九点三一等、新約聖書の軸を引用して、こうした傾向全体をキリスト教的には、 不健全で危険な発想と評し、悪霊による影響の可能性を指摘している。また、米国の福音派キリスト教弁護団体であるは、スウェーデンボリを危険な非キリスト教的神秘主義であると評し、その特徴として、三位一体やキリスト教でいう、精霊の働き、キリストの十字架の食材の否定を挙げている。なお、思想体系としての現代への影響を見るなら、 このスウェーデンボリとメスメルの思想を背景として、19世紀にはスピリチュアル思想が起こり、これはブラバツキー夫人の霊媒論や新地学相互に影響を授受し合いながら、現代の様々なオカルトや新しい宗教の源泉となった。スウェーデンボリの死後、彼の思想への共鳴者が集まり、新エルサレム教会、新教会ザニューチャーチとも、を創設した。 新エルサレム教会は、イギリスやアメリカに現存し、日本においても、東京の世田谷区に存在する。また、別系統の団体として、ジェネラルチャーチというグループが存在し、日本では、東京グループが活動している。日本キリスト教団の沖縄における前身である、沖縄キリスト教団では、スウェーデンボルグ主義の影響を濃厚に受けた、牧師。 戦時中の日本政府のキリスト教、諸教会統合政策の影響から、この時期には、証明いたが、戦後になって、教団統一の新興告白文を作ろうとしたところ、米国派遣のメソジスト派監督牧師から異端として、削除を命じられ、実際削除されるような事件も起きている。なお、スウェーデン堀の著作を、主に出版するところとして、日本では、アルカナ出版があり、 2006年に、そこの主筆、翻訳者が請求したが、出版社は請求、死去したとは書かず、霊界入りしてしまった、と、ホームページに表記して、事実を伝えた。また、フリーメイソンギリの友愛組合の一つとして、スウェーデンボルグギレイが存在する。これは、スウェーデンボリの教えをもとに設立された、とされており、その組織は、途定。 職行仲間、新しい親方、高貴な新知論者、青の兄弟、赤の兄弟の計6つの異界からなる。1773年、マーカス・デソーンによってアビニョンに設立され、当初は当時のフリーメイソン D の悪評に対する権利を主張する目的を持った政治色のある組織であったが、最初の10年のうちに廃れてしまった。 1870年になるとこの儀礼はヘルメス主義組織として復活したが、1908年頃には次第に衰退をしていった。1982年にこの儀礼の面上は大英博物館の居室において英国メイソンのデズモンドバクによってメイソンの作家であるミカエル・モラマルコに伝達され、彼はそれをアンティコリコのアチタというイタリア儀礼の伝統の 復古したような形に再編集した。また、スウェーデンにおいても、スウェーデンボリの思想は、セーデルマンランド断尺に大きな影響を与え、彼は現地のフリーメイソンリーのグランドマスターとして、独自の異界制度を作り、その議典を執筆した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。